はい、皆さんこんにちは。バレエコードはない方が良い初心者のためのギター教室。音楽を奏でる楽しさを一人でも多くの方に知っていただきたい、秋田です。イエーイ。今日はですね、秋田はソロアルバムを出しました。はい、今回の動画はですね、ソロアルバムができるまでのプロセスみたいなことをね、話してみたいと思います。この動画を見ているね、あなた、音源作って CD にしたり配信したりね、する時が来るかもしれません。その時にちょっとだけ役立つかなっていう話になるかな。あんまり役立たないかもしれないですけど、はい、そんな感じで今日は話してみたいと思います。今回ですね、このアルバム、あ、ここから見せておけばこれね、オーレね、こんな感じに出来上がってるやつでございます。これね、今回はですね、ブックレット付き CD ね、これブックレットなんですけども、ここにね、この CD をこうペタッと貼って貼るわけですよ。するとこのブックレット付き CD っていうのが出来上がって、これをですね、販売をするって形にしました。書籍は書籍で注文するんですよね。まあ印刷屋さん出すんですけど、中身こんな感じでね、歌詞が書いてあったり、まあ歌詞ですよね、刺繍っていうんですかね。あと写真がこうね、綺麗にできてるんで、まあ写真集&刺繍って感じですかね。うん、ほらね、おいさん、これウンチングブラザーズバンドですね。ウンチの帽子かぶってるやつ。はい、でこれと CD ですね。 CD これとね、別々に注文して、アセンブリをして、まあ販売をする、こんな感じですね。僕の CD なんでね、みんな何とも思わないけど、これ例えばさ、あいみょんとかだったら嬉しいですよね、こういうね。俺あいみょんだったら買っちゃうもん、きっと。そう、こういうね、 CD にブックレットがつくっていうのはね、結構面白いかなと思うんですけどもね。でこれちょっとね、ページ数がね少なかったんで、今一つちょっとよれてる感じはしないでもないです。あとそうですね、これ倍ぐらいのページ数だったらもっとしっかりする感じなんですけど、倍になるとコンテンツ作んなきゃいけないんで、かなり大変だろうなと思うんですけども、うん、まあ倍あって、こう書き下ろしのイラストとかね、あったら嬉しいかもしれないね。そんな感じでございますと。ということで、そうですね、まずね、そもそもどうして CD を出したのかっていう話になるんですけども、2つ理由があって、1つは若い頃作った曲を音源としてちゃんとね、形に残したいなっていう、まあ思い、まあエゴですよね。売れるとか売れないとかそういうのはあんま関係なく、今回はね、作ったんですけども。それともう一つは、誰かのために作ってあげる CD の、まあ、プロトタイプになるかなと思って、まあ、だからこういう実験をしてみたんですよ。どれぐらいの品質のものができてくるのかなっていうね、誰かのために作ってあげるっていうのは、これありなのかなっていうふうに思いました。でね、最初はこれね、 CD 化するつもりはなかったんですよね。音源をね、サブスクリプションですね、スポーティファイとか Apple Music、Amazon Music とか、そういうところの聞き放題のところで聴けるようになればいいかなって思ってたんですけども、まあさっき見せてね、このブックレット、このアイデアが浮かんだので、ああ CD にしようかなって、まあ CD というか、うん、そうね、音源をまあ、物理的に打っていくっていうパターンもありだろうなと思って、すごく小ロットでね、作ってみました。で今回200ずつ作ってあります。これ200するのも500するのもね、あんま金額変わんないですよね。でしかもね、1000するのもそんなに変わんない、うん、だから1000ぐらい作って1000ぐらいさばけないとビジネスとしてのうまみはねないけど、まあね、作りたいとかさ、そういうのでこれいいなと思ってるんですよ。そして、まあ、CD を作ることを決めました。で次ね、曲を決めていくってプロセスに入っていくんですけども、最初ね15曲ぐらい、もうちょっとあったかな、15、6曲あって、でそのどの曲を入れていくかっていうのをね、決めていく作業なんですけども、そこで、まあ、10曲入りぐらいにしようかなと思ったんですけど、10曲入りになるとね、10曲録音しなきゃいけないっていう、まあ、ことを考えると結構ねタイトだなと思って、いろいろと考えた末、8曲で決めました。で、楽曲が決まったら、今度はその楽曲のアレンジとかね、歌の練習とかをね、始めたんです。歌のレッスンと歌
歌の録音、これはですね、旧友であるクスクスの川上二郎さんにね、お願いしました。かれこれね、川上二郎さんのボーカルスクール、新宿ボーカルスクールっていうのがあるんですけども、そこにですね、1年半ぐらい通ってるのかな、通ってて、まあ、今回のレコーディングするのもね、最初からこういう楽曲やろうと思ってんだよねって、まあ、曲聴いてもらったりとかして、歌い回しとかね、声の出し方とかね、ここはこういう風に歌った方がいいんじゃないのとかっていうのアドバイスをしてもらいました。で、ね、特にね、このタイトルになってるオーライっていう曲、オーライっていう曲はね、 B メロのところ全く書き直しました。自分の中で一回ボツにしてた曲なんですけども、そこね書き直してちょっとラップ調っぽい感じにねしたら結構ねいい感じになりそうだ。これをね結構川上先生にねご指導いただきできるようになりました。これね最初仮歌だった時はねどうなることかと思うぐらいひどい状態で、リズムはダメだわ、音程はダメだわ、なんか追いついていけないわみたいなね、あ、これはダメかなって思いつつも、まあまあ川上先生にいろいろと指導を仰ぎながら自分でも練習しいので、なんとかね作品にはなりましたっていう感じでございますんですけどね、はい、いや本当に、ね、苦労しました。全体の曲のアレンジとかね、音源のデータを作ったりとか、まあ音源のプログラミングっていうのとかはね、あとエレキギター、それとアコギを2曲ほどはね、地下鉄のギタリストっていう、ね、有名な土門英明さんっていう、ね、方にお願いしました。土門さんもね、もうかれこれ何十年来、何十年来の仲間なんですよ。で、このブックレットのこのオーライのところは、土門さんとね、台湾で路上ライブをしたりとか、あとはすごい昔ですね、これクラブ Q で、これがクラブ Q で歌ってる、僕が歌ってて奥がね、土門さんなんです。そういうこうね、昔から一緒に音楽をやってる友達なんですけども、まあ、1個目の先輩なんですけどね、今回はこの2人のね、土門さんと川上二郎さん、ね、この2人にお手伝いいただいてアルバムが完成しました。ありがとうございました。でコーラスはね、ハニーオンベリー、ウクレレドキーっていうね、ラジオやってるお2人に参加していただいたりとかして、やりました。ありがとうございます。録音自体はですね、ここね、カモンスタジオ、向こう側に録音ブースがあるんですけども、ここで、録音をしました。ここね、撮ったのは歌とアコギ、あとウクレレ、ですかね、撮りました。でエレキは土門さんが自宅で撮ってくれて、あとはねドラムとかベースとか、まあ、シンセサイザーとかね、ストリングスとかっていうのはね、土門さんがロジックっていうアップルのソフトでこうずっと作ってくれるんですよね。なかなかねあれはね奥が深くて、時間を忘れる作業、よくぞやっていただきましたっていうぐらいね、土門さんに協力いただいて感謝感謝でございます。で、そのロジックっていうソフトの話なんですけども、ロジックは iPhone とか Mac とか買うとついてくるガレージバンドっていうね、多重録音する DAW ソフトっていうんですかね、その親分みたいな位置づけ、 Apple でいうとガレージバンドの親分がロジックみたいなね、そんな感じのソフトで、なかなか優秀なソフトなんですよね。カツ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 っていうね、クリック音、メトロノームの音に合わせてこう弾くんですけど全然合わない。これ、ね、ライブで曲弾くのと、そのレコーディングで曲を弾くのって全然違う能力が求められて、本当に合わなかった、どうしたかっていうと、そのロジックっていうソフトを駆使するとね、そのリズムをこう変えられるんですよ。こう、まあ、波形がこうなってくるんですけど、この波形にこうリズムの線がこうついてて、でそこでこうキュッキュッキュッって合わせてったりとか、まあ音のデータをちょん切って少しずらして早めたり遅めたりとかしながらね、こうチク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 やっていくと、もうねバッチリ合うんですよね。それなかったらね楽器の録音終わんなかった。すごいですよ、面白かった。だんだん僕もね使い方慣れてね、ギターのリズム合わせたりとかね、できるようになってきたんですけども、それとあと歌もね、これもねリズムも合わなければ音程も合わない。僕のそのレッスンを始めた初期の頃の歌なんてひどいですからね、申し訳ないです、皆さんそんなの見てもらって、はい、歌ひどいんですけども、歌ひどいから川上二郎先生の新宿ボーカルスクール通うようになったんですけれども、まあ、歌もですね、そのロジックっていうのを駆使するとリズムを合わせたりとか、あと、ね、音程変えられるんですよね、録音した後に音程変えられるってすごい
すごいな。あんまり音程もね、外れてると声がね、ケロってなっちゃうんですよね。ケロって感じで使えない状態になっちゃうんですけども、まあ半音ぐらい、半音弱ぐらいまでなるとキュッとね、いけるんですよ。でそんな感じでだいぶね調整しましたね。それでもね、そんなにね上手に今回撮れなかったっていうか、まあ一番実力が発揮できている状態があれって感じなのでね、またね録音する機会があればもっと上達して録音したいなと思うんですけれどもね、ロジックの話に戻すと、ロジックを使うとギターのリズムも調整できるし、もちろんね音も調整できるんだけど、コード楽器だから難しいと思うんですけど、高いソフト使うとコード楽器の難弦の音を高くするとか低くするとかっていうのもできるらしいんですよね。まあ、ロジックもうそれができるプラグインというのがあるみたいなんですけども、今回はねそれは使ってない。ボーカルの音程変えたりとかね、リズム変えたりとかできるので、ね、結構ね面白かったです。勉強になったし、レコーディングが終わり、今度はプレスに出すようになるんですけども、他人のレコーディングとかに携わっている時にはちゃんとねプレスする時間がこれだけ必要だし、まあ、Amazon に出荷するにはこれだけ前に全部データとかできてて、Amazon に売りますよっていうのを言わないと発売日にお客様と届かないとかね、そういうことがあるので結構ちゃんとマネジメントするんですけども、なんかね自分のやつがね今回すごくズル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 しちゃって発売日が12月の21日っていうことで進めてたんですけども、物が全然間に合わない。もうね、いろんなプレス屋さんとか探してね、いつも使ってるプレス屋さんだと納期がもう間に合わないので、他のプレス屋さん探してねすごく早くやってくれるところ、ちょっと余分にお金かかっちゃったんですけども、そういうところを探してやってもらって、でまあいずれにしても21日には間に合わなくて、26日にイベントがあるんですけども、その26日、12月の26日のイベントの時にはちゃんとこうね手売りができるように、今日12月の23日ね、23日にようやっとこの状態になって、さっき Amazon に出荷しました。はい、これね12月の21日発売なのに、なんで23日に出荷するんだって話ですけども、すいませんそんな感じでございます。それでね、今回ね、まあ、ノベルティじゃないんですけども、この T シャツをね、これはユニクロで作りました。ユニクロの自分のデザインを載せられるっていうところがあって、まあ、ジャケットのデザイン入れて買いますってやると、まあ、1週間ぐらいで届く、ね、あとコースター、なぜコースターなんじゃっていうね、あのコースターに顔を乗せたのはちょっと失敗だったなと思う。これ乗せにくいんですってね、よく言われるね、よく言われるんですけども、まあ、確かに乗せにくいかなっていう感じで、まあ、あります。あのオーライってね、言葉だけにしておけばよかったんですけども、まあそんな感じでね、ざっと早足でね CD の企画から形になるところまでねお話しさせてもらったんですけども、いや参考になったかなって感じで、まあそんな感じでね CD をね作るっていうプロセスがあって、そのうちこれいくらかかったんだっていうところもねお伝えできたらななんて思ったりしております。はい、今日はね、まずは CD を作ってみましたっていうね、そのプロセスをちょっとざっと早足で紹介させていただきました。はい、参考になったかな普段はねバレエコードなしのギター教室をやってます。よろしければチャンネル登録お願いします。初心者のためのギター教室、入校はチャンネル登録からですのでね、ぜひぜひチャンネル登録をしてください。皆さんがより楽しくギターライフをエンジョイできますように。今日もありがとうございました。バイバイ。